はい、皆さんこんにちは。今回は商品車メルセデスベンツ GLC クーペ200スポーツの紹介をしたいと思います。こちらの車は平成30年式、距離は24,000キロ、カラーはオプシディシアンブラックとなります。前回も GLC を紹介しましたが、こちらはクーペタイプとなります。 SUV でありながらもリアが絞られている独特のデザインになります。では順番に紹介していきましょう。ゼニスチャノン、まずはエクスペリアから紹介していきます。グリルはベンツでおなじみのドット調のデザインをしています。ヘッドライトは LED、 インテリジェントライトシステムやアダプティブハイビームも搭載されています。サイドビューからシルエットの独特さがうかがえます。後席はプライバシーガラスになっています。タイヤサイズは235-55-19、ホイールは純正5本スポーク、そしてキャリパーにはメルセデスベンツの文字が刻まれています。リア面もプライバシーガラスになります。マフラーは左右出し、リアバンパーもそれに合わせたデザインになっています。では続いてインテリアを見ていきましょう。ドア内側にはレザーやメッキパネルが使われていて、上質さを感じます。シートヒーターは3段階まで調節可能、そしてシートメモリーも3パターンまで保存可能です。肘置きはソフトパッドです。下にはドリンクホルダーと小物入れが完備されています。シートはハーフレザー仕様になっていて、中央がスウェード調になっています。座り心地は固めで安定感があります。足元にはロゴ入りのスカフプレートがあります。では乗り込みます。内装は黒を基調にメッキが使われています。シックで大人な印象を与えてくれます。ハンドルは皮巻き3本スポーク、シフトもベンツでおなじみのコラムシフトになっています。メーターは2眼のタコメーター、中央にナビがあります。バックカメラももちろんついているので、駐車時のサポートもバッチリです。その下にはエアコン送風口や設定、オーディオの挿入口があります。メッキ加色が施されています。こちらの蓋を開けるとドリンクホルダーやシガーソケットがあります。使わないときは閉めておくことで車内をすっきりと見せることができます。ナビ画面の操作はこちらでしてもらえます。目線を落とすことなく直感的に操作していただくことができます。コンソールボックスも革素材、両開きです。中は奥行きがあってそこそこの容量だと思います。 USB ポート2口と SD の挿入口があります。サンバイザーには鏡と連動式のライトがついています。ルームランプはシャンデリアの一部のようなデザインになっています。そしてメルセデス純正のドライブレコーダーが取り付けられています。続いて後席です。ドア内側は前席と同様の質感です。後席もハーフレザーシートとなっています。足元スペースはこんな感じです。収納スペースもあります。コンソール後部にはエアコンの送風口があります。アームレストにはドリンクホルダーと小物入れがあります。読書灯もあるので夜間でも後席を明るく照らすことができます。はい、ではトランクルームを見ていきましょう。こちらはハンズフリーパワーバックドアとなります。なので両手に荷物を持った状態でも開けることが可能です。中はこんな感じです。床だけでなく側面にも肝仕上げが施されていて質感がいいです。容量もかなり大きいのではないでしょうか。後部座席はトランクルームから倒してもらえます。こうすることで容量を拡大でき、長いものでも積み込めるようになります。また床下にも収納スペースが確保されています。そして閉める時もハンズフリーで閉めていただくことが可能です。では試乗していきます。このクラスになってくるとロードノイズや車内に伝わる振動はかなり抑えられているので、乗り心地はいいものになっています。
インテリアも先ほど紹介した通り豪華な作りとなっているので、同乗者全員がラグジュアリーさを感じる車です。どうでしたか？近年流行りの SUV の中でもこちらの車は街乗り高級 SUV といった風貌を感じる1台です。シルエットの独特さは他の SUV にはない特徴だったり、内装のラグジュアリーさもベンツならではのものでした。またこちらの1台は低走行で内装の状態もかなり良く、綺麗な状態で乗り出しをしていただけると思います。気になった方はぜひゼニスまでお問い合わせください。以上、商品車紹介、メルセデス・ベンツ GLC クーペ200スポーツの紹介でした。